はい、じゃあ、1月23日ね、ノガレディを始めましょう。はい、8時54分秒スタートします、はい、とても中途半端な時間にスタートです。はい、ノガレライトベース担当の葛本です。どうぞよろしく。はい、ボーカル担当の伊藤です。よろしく、はい、よろしくお願いいたします。はい、これは4回目、あのミラティブで生配信しつつ、あの録音もしてるので、後ほどあの YouTube にも上がります、うん、はい、聞き逃した場合はそちらで聞いてください。まあ、今ちょっとね、あの、うん、パソコンの方で第3回目を出力しながら配信してる状態で、前回のやつを今からあの YouTube に上げる作業をしながらの配信をしてる。しかもこれ今 やってるものを録音しながら、録音もしてる。第3回目を出力しながら、パソコンとパソコンに挟まれた白鶴丸みたいな状態で、そうそうそう、今すごいサイバーやから、ね、うん、すごいサイバーの部屋に、サイバーやね。もうあのーいやもすればこのままシャープ4も上がるかもしれない、ね、まあ上がる勢いで、ね、まあちょっとやっていきましょう、うん。まあ、あの今回の配信に関してなんやけどさ、うん、あのまあ、2月21日、もうあのツイートもしたんやけど、うんうんうん、リツイートもしてくれてて、でまあみんないいねとか押してくれる人もまあいたりいなかったり、そうありがとう。で、あのまあちょっとここで、ちょっと宣伝告知になると、2月の21日日曜日、場所は、愛知県やな、豊橋クラブノットっていうとこね、はい、ライブハウス、まあ、このご時世どうなのみたいなところももしかするとあるかもしれへんけど、まあ、例えばその人数を多少規制してたり、そうだね、あの状況でやっぱり、そうそうそう、で時間が深くならへんように、うん、そのなるべく時短時短の中で営業してくれてはる、その俺らがライブしたいできるか場所をさ提供してくれてるライブハウスで、まあ、以前からな、その前身のバンドからお世話になってるところで、大変お世話になっているところなんでね、まあ、何かねお手伝いできたらいいなっていう気持ちプラス、あとはそのそこでやろうぜって誘ってくれた仲良しバンドからのお誘いもあって、うん、2月21日クラブノット、日曜日ですね、出演が決定しました。はい、あ、ありがとうございます。パチパチありがとうございます。まあ、あの出演なんですけど、ハーメルン、まあ、これが主催バンドですね。でアイボリック、でこのアイボリックに関しては大阪で何度かやってるよね。そうね、そもそも大阪の人らやん、うん、全身バンドでだから一緒によくやってる、うん、だね。そうそう、あとはサザンカというバンドさん、ね、これは初めましてかな。そうやね、まあ、その他もあるかもしれないということなので、うん、他のバンドも来るかもねっていうところ でこれが、もちろん観客の方は多分かなり制限されて、うんうん、椅子とかもあるかもしれない、ひょっとしたら。そうやね、うん、まあ、その辺はちょっと詳しくまだ出てないんやけど、あと配信、生配信っていうのがあって、うん、そう2,000円、そう配信が、まあ、お金かかるんやけど、まあ、募金みたいな感じで見てもらえると多少助かるから、そう、ね、その自分たちが好きなライブハウスでお世話になったライブハウスになんかね投げ銭してくれるぐらいの気持ちで、まあまあでも店で安いよ結構、まあまあ、あの普通にな、あの前売り券2,500円、当日券3,000円なんで、実際は、うん、まあ、時間に関してはその先ほど言った2月21日日曜日、時間が16時、夕方4時ね、16時、オープンの16時半スタート、そうね、半スタートになってます。まあその出演順とかはちょっとまだ全然、まあ、ちょっと今分からへんけど、まあ、でもそれ頭から全部そう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 生配信に見れるから、まあ1個2,000円ポンって払うより全部2,000円で 見た方がまあいいんじゃない。そうね、うん、4時から、まあ、まあ音楽好きな人、そのふわっとライブハウスにどんなバンドが出てるんやろうとか、まあ見たことない人もね、まあ見てみたら、まあぜひ、うん、日曜日やからな、夕方ちょっと時間空けてもらって、うん、あのご飯食べながらでも、夕ご飯全然夕ご飯を食べながらでもいいと思うし、めっちゃラジオっぽい感じでさ、この URL を読んでみていい？いいよ。ね、あ、そのあれね、そうツイキャスでの配信になるから、配信はツイキャスで、まだでもあの一応 URL あるけど先覗いたやん俺それ、あでまだ準備中やから、まだ準備中、今アクセスしてもちょっとどうにもならないんだけど、ツイッターにはあの書いてあるけど、俺この URL が今すごく読みたい、読んじゃう。じゃあラジオっぽいやん、みんなあの
メモ用意してメモ https://tweakcasting.tv/club.not_shopcart/50697 でございます。くっそわかりにくい。その URL とかメールアドレスとか読み上げ系で今まで聞いたことないくらい分かりにくい。え、嘘じゃやってみてよ。これ一個ずつ言うんやな、これ。え、嘘？そう、普通はそう、ツイートキャストとかノットとか言われても分からへんやん、綴りが。やそこはなんか好きな人やったら分かる。分からへんよ。だからここは http://tweecasting.tv/club.knot_shopcart/50697。 ちなみに今の俺のやつはスラッシュしか頭に入らんかったらしいっす。やろ、どうぞよろしくお願いします。言うてるのめちゃめちゃ早かったもんね。まあ、あのツイッターを確認してねっていうことですね。はい、あのツイートを確認していただければリンクが載ってるんで、うん、まあ近々その、まあ、まあそれはもうこれ以外の動画でもまたなんかね、うん、そのご通達できればと。そうそう、ツイッターとかで常にあの新しい情報更新されたらもうツイートしていくんで、そこでチェックしてください、うん、なので2月21日頑張りましょうね。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、まあ、あの音楽の話久々したような気もするけど、まあ、ライブっていうこういうイベントごとがねもうずっとなかったわけやから。なかったからね、大きいよこれは。うん、配信実際配信ライブが初になるからな。そうやな、うん、配信自体やったことないから。まあそうやな、どうなるかっていうのは自分らもどうなるの。アーカイブとかあったらいいけどな。アーカイブはちょっとそこまではまだ分からへん。あの、うん、ツイキャス自体にはアーカイブ録画っていうのはあんねんけど、うん、まあ、それ対応してるかどうかはちょっと分からへんから、まあ、今後その辺も分かれば。まあそうね、おいおいって感じで、うん、おいおい、はい、どうぞおいおいよろしく。で、あ、あのね、あの俺質問箱をツイッターに設置したの。してたね。うん、で、あの返事してませんってやついや、ちゃうんよちゃうんよって、あのここでは返事せえへんけど、質問箱のツイートが勝手にこいつは質問に答えませんみたいなこと言われたからさそれ見た。いやいやいやと思って、ちゃうねん、意図があんねんとか思いながら質問もまあまあいいんちゃういいんちゃう。で、まあちょっとその質問をね、まあ、質問来た結構。いや全然全然こんかった。多分もうあの30個ぐらい来てると思う。質問してるやつ DD しかいいひんような気がするけどそのちょいちょいあの現れる DD っていう大好き DD。 俺らのしか分からへんやな。大好き DD、 DDD やな、 DDD やな、 DDDD もうええはよ、うん、でな、うん、まあ質問、うん、全員の趣味教えてください。全員っていうのは全員、全員やな。俺もそのくず元もそうやな、サトシ後藤、うん、サトシ後藤もそう、ユージもってこと。だからまあ俺から言うと、うん、俺はまあその質問箱に答えてる部分があったんやけど、うん、まあ、2から始まることは俺人間観察が好きっていうダメ人間だよね。あ、人間観察ね。そう、なんかすごいその人のなんか喋り方であったり、うん、なんか笑い方と か、うん、なんかそういうのでなんかあこういう人なんやなみたいな見んのが好きで。あ、うん、人間観察かな。人間観察ね、趣味としては。趣味って言ったらなんか気持ち悪いけどさ。そやな、なんかちょっとサイコパスかな趣味は何ですか、人間観察。人間、俺履歴書に特技って趣味の欄あるやん、うん、大体人間観察って書いて押されてんねんけど、うん、やめた方がええで。人間観察ほんまやめた方がいいらしい。言い方変えた方がいいよ。人間ウォッチング、そういうことじゃない。バードウォッチングみたいな感じであのバードのヒューマンウォッチング。あ、ヒューマンウォッチング。あ、じゃあそれやったらそれやったらまだなんとなくおしゃれな感じ、おしゃれな感じで。エイト君趣味は。俺な、趣味せやな、でも結局はその音楽鑑賞とかになってくるんかなって。ああ、なるほど、ね、な、音楽聴いたりとか、うん、うん、あ、じゃあそこからひっつくわ。2個目の質問は、あ、ちゃうわ、全員の趣味やったわ全員やろ。あ、ユージ、あのドラムのユージ。いや分からんで、の趣味何か。いや俺はもう白猫プロジェクトって勝手に決めてるんだけど。携帯ゲームね。携帯ゲームはでもみんな やるよ。みんなやってるやん。俺もドラクエとかやるもん。うん、でも PUBG やんっていうか趣味もそうなったら。いや、なんなん、あの本気。本気なん自分。いや分からへん。ガチ勢やったガチ勢の気持ちを勝手にガチ勢を見る。ガチ勢やから
ガチ勢ガチ勢を見るガチ勢。ガチ勢を見る、だからまあそこもヒューマンウォッチングしてるわけだから。そうそうそういうことそういうこと。はあ、まああのユージの趣味って何やろ、ドラムユージ。でも確かにずっと携帯ゲームしてるな。うん、なんかちょこちょこやってるやん。もう趣味を超えたゲームのあれよね。うん。運転してる時以外はゲームしてるじゃん。ああまあそうか。あとドラム叩いてる時。ああ。以外はもうほぼ携帯。そんなことないやろ。俺のイメージ。だからなんかあの。やめたんじゃなかったっけっていう時に白猫プロジェクトを開いてるイメージがあるから。 あったあった、うん、しばらくそれ見てなかったなっていう。なんか別の横向きのこう横向きの画面のゲームやってたのに、そうそうそう、なんかあれ縦になってるなと思って見たら白猫プロジェクトやったってなったな、うん、だからまあその彼の本人の口から出ることがいつあるか分からへんけど、現状白猫プロジェクトにしとこう、うん、そういうことにしとこう。あとはごっちゃんやね。ごっちゃんはな、ごっちゃんの趣味か。ごっちゃんはな趣味、趣味難しいな多分。うん、ごっちゃんの趣味薄いで、なんか多分その薄いってなんの。いや薄いね、なんか突き詰めてないってこと。そう、なんかカルパスとかそういうことやろ多分。ああカルパス食べることとかそういうことか。そうそう薄いやろ。薄いな、うん、そういうことやと思うね。確かに、うん、ごっちゃんはどんな趣味か。趣味何やろ趣味。でもまあ今でもさ酒なんか酒のツイートしてたな。なあ、なあ忘れた。なんかキャプテンハーロックみたいな。ああ何やったっけな、キャプテンコンボみたいな名前。うん、なんかそんな名前のやつ。分からへん、うん、分からへん俺も。なんかなんか絵描いてるやつ。お酒飲んでるわ。うん、そう強いの。なんかお酒飲んで、うん、なんかってなるのが趣味やと思う。うん、ってなるのか分からへんけど。そうやな、まあ、あの酒飲んでカルパス食うてるなんせなんせ酒飲んでカルパス。あでもまあおつまみとお酒、まあ、酒が趣味やな言うたら。うん、そのなんていうか、うん、味を楽しむっていうのは彼の、まあまあ確かに趣味というか好きなことやとは思う。まあご飯作ったりとかもな、うん、するし。そう、美味しいもの食べたいっつって2人で大阪王将行ってさ、うん、まああの全然美味しくなかったよそこ。大阪王将、大阪王将がまあ、まあ、村あるわけではないな。そうそうそう、たまたま美味しくなかったよ。あ、まあ俺も美味しいもの好きやからさ、やだわっつって。でもこっちはもう、もうこんなところでもなんか膨らましたくなかったっつってめちゃめちゃ言うやんめちゃめちゃ言うやん俺昔大阪王将行ったけど美味しかったよ。なんかあのほうれん草のチャーハンみたいな。あーなんか俺とこちゃんが行ったのがさ、たまたまあれやろ。そうそう、なんか外れの店みたいな。たまたま、うん、疲れてたんやろ。そう疲れてたんやと思うね。なんかもう、もう早く帰ってぐらいの感じやったもん、ね、寒かったんちゃうもんね。そうそうそう、ごめんねと思いながら。うん、しゃあないわ。まあ趣味としてはもう詳しく聞きたかったらもう直接あの趣味何ってその他ウゴちゃんであったりユージであったりまあなんか会うことがあれば聞いてもらって。大体分かったよ何でも。まあまあ大体分かったよ。そうや、うん、だからまあ変態と音楽聴きまくる変態とカルパスの変態とゲームの変態がいる。そういうことやね。だから全員変態だよ、うん、ダメバンドですで他の質問は。で他の質問はあの、リスペクト尊敬 してる、うん、その音楽ミュージシャン。ああはは、歌手とか尊敬してるミュージシャンいますかっていう。あめちゃめちゃいるよそんなん。あそういっぱいいるやろ。リスペクトする、尊敬するなっていう人いっぱいおらんの。尊敬せざるを得ないになるんやけど、もういろんな人見てたら、うん、だからそれこそなんていうの、出会った対バンのコーラとかでもさ、その年上から年下からさ、うん、尊敬するわって思うやつもやっぱいっぱいいたし、うん、まあ一番尊敬できるなって思ったんはそのまあ、その言っても分からへん部分かもしれへんし、知ってる人は知ってんねんけど、俺はやっぱあの昔に対バンした時にさ、あのザ・ストア・フロントのベースの人、はい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 、まあ兄貴とたまたま名前一緒やねんけど、で打ち上げでまああのダラダラ話しててさ、で2人で並んであのびしょびしょになった紙製のコースターを破って遊んでたんやけどでなんかライブバンドしててなんかだるいこととかあるみたいな話してて、でまあ俺年下やったからさ、まあ今も年下やねんけど、ずっとなんか
その当時さ、うん、俺らなんか面倒くさい先輩に誘われていやいやライブするみたいなこともたまにあったわけやん。うん、まあライブ自体はライブはいいかもしれんけど、その打ち上げがちょっとだるかったりとかさ、うん、なんかなあ、そんな酒俺も好きじゃない。そうそう、飲め飲めみたいなのがあったりとか、うん、なんかそういうのでさ、なんかやだなみたいなのあったやん、うん、多少で。それでまあそういうことがまあちょこちょこあるんでね、それはちょっとめんどくさいっすけどねって言ったら、なんか、あ、多分それ自分に自信ないやつやからそんな飲まんでいいんちゃうって言ってくれはったことが一番大きかったかな。でなんかそれで、まあそもそもその打ち上げってみんながこう話してワイワイできるところやのに、そのワイワイするために無理やり酒を入れてなんかオラってなりたい人もまあ中にはいるやろと、うん、うん、でなんかそれを表立ってグイグイ出してくるのは違うよって。そうやな、うん、で実際そのライブしてたらさ、いやそのバンドの力ってやっぱ演奏がうまい、パフォーマンスがすごいとか、やっぱ自分の中でうわボロ負けしたなみたいなんてあるやん、うん、やっぱそういうの、うん、いざそこと対バンしはったやん、うん、時だいぶ縮こまってたでって言ってはって、うん、であそうなんやと思って、なんかそこからもう全然その打ち上げで気にすることなくなったかな。まあまあ その辺ぐらいからもう徐々にそんなもあんまなかったしな、まあ、なかったなかった。でそこでくずもとさんって打ち上げの時に酒進めないっすよねみたいな、うん、まあまず俺飲めへんしっつって、うん、で飲まへん人でもグイグイ進めてくる人いるじゃないですかみたいな、うん、いや普通に楽しく話そうよって言えるようになって、うん、でまあそれまでも進めることはなかったんやけどな、うん、でなんかその時にあちゃんとこれで間違いじゃなかったんやみたいなのをさ、うん、なんか提示してくれたから、そのみんなが知ってる人じゃない超有名な人じゃないかもしれへんけど、うん、俺はめっちゃ尊敬してるな、うん、うん、尊敬してるし感謝してる感じ。そう感謝してる、なんかちゃんとそれでいいんやでって言ってくれる人がいたっていう、うん、どうしてはるのかな、うん、どうなのな、また会ったらコースター破りたいな。それはまあ俺はうつの多分その場におらへんかったけど、ああまあ俺ずっと二人で遊んでたから、うん、俺なんか多分その時おらんかったんよ、うん、ああ、はあ、なんでやったか忘れたけど、ああいいヒントかも、うん、俺多分そこ参加できてへんねん。ああ、はあ、はあ、うん、尊敬する人は、俺尊敬する人だからいっぱいいるよ、そんなミュージシャンで言えば、まあ尊敬する好きな、まあ一人ピックアップしてみて、一人ピックアップか、まあ誰と会っても、うん、そのめっちゃ喜ぶと思うね、その尊敬してる人、まあまあ尊敬してる人ないっぱいいるから、めっちゃ、うん、有名な人でもあるやろうし、うん、だ喜ぶと思うねんけど、うん、こう目の前にパッて現れた時にもう失禁レベル、失禁レベルで尊敬してる人、失禁レベルで尊敬、まあでもやっぱり桜井さんとかかな、ミスターチルドね、うん、ああそうやな、ミスチル、ミスチルはすごいな、うーんかな、どういうところに惚れたん。いやもう全部いいやん、もう声もいいし、うん、曲もいいし歌もすごくいいし、うん、うん、演奏もすごくいいし、うまいよなギター、うん、俺がうまいよなギターっていうのも、いやまあでもそう、それはもうそのみんなが言うっていいことよ。まあそうやな、うん、うまいねんからだって実際、まあ、うまいもんな、うん、そうそううまいんよ、だから言っていいんよ別に、うーん、美味しいご飯食べて美味しい、いやお前そんなん作れへんのに美味しいって言うなよとか言うわけやろそれと一緒やから、うん、それは言っていいんよ。はあ真面目やなかな、まあ、うん、そやな、尊敬するミュージシャンな、まあ、尊敬する、まあ、ビートルズとかも俺もうすごいなと思う、ね、ほんまにビートルズはまあ、どの世代にもって言わはるけどほんまにその通りやなって、うん、うん、俺その
まあ、ライブがあるだの告知だの、そのライブしてて楽しいだのなんだろう、こんだけ言ってるけど、うん、音楽あんま聞かへんねんな、うん、聞かへんっていうか偏ってるよな、偏ってるな。好きってなったらまんべんなく聞くんじゃなくて、その一曲をもうなんか何ヶ月も聴いてるよ。ヘビーに聴いてる、うん、なんかそういう人ってあの精神障害持ってるらしい。あ、そうなん。ほんまに一曲好きなのが決まったらもうずっとそればっかりリピートして聴くっていう、そう聞いちゃうタイプなんだ俺。結構そのこれいいなっていうのがあったら、その人の経緯とかを漁り出すのよ。この人今までどんな曲やってたんやろとか。あ、なるほどね。それが最新曲じゃなかったら、じゃあ最近はどんな曲やってるんやろとか。それ趣味人間観察じゃん。人間観察ではない。そうなの。うん、音楽鑑賞やねこれは。それも含めて音楽やと、うん、言うねえ。いやそんなん言うてない。勝手に言ってるだけや。言うねえじゃないよ。じゃあまあ僕は先輩、伊藤くんは、先輩ということでね。それが尊敬する人物っていうことでね。そうね、まあ、ね、ミュージシャン。そうです、ミュージシャン。はあ、いいね。まあ先輩であれやねんけど、うん、もう全く話変わるわ、うん、もう音楽からバッて離れるけど、うん、俺その仕事を終えてさ帰り道、うん、先輩といつも一緒に帰るの、うん、で、まあ、すごい優しい先輩やねんけど、なんていうの、まあこの先そのみんながバラバラになるかもしれへんとかさ、その出会うことがなくなるかもしれへんとか、やっぱその転勤する先輩もやっぱいるからさ、転勤とか退職とか、そうそうそう、うん、なんかそういうのがあって、まああのあれやったらよかったら連絡先、またそのもしそういうことがあったら連絡先その時にでも交換しましょうよって俺言ったよ。俺自分から連絡先交換しようって言わへんからさ基本、うん、まあその先輩を気に入ってるわけね。そうそうそう、気に入ってるというかまあ慕ってるわけね。そう、そしたらめっちゃさらっと、うん、あ、ほんとや、言おうと思ってたんやみたいな感じで、うん、いつも一緒に帰ってるんやから連絡先ぐらい交換しましょうよって言ってくれはってさ、うん、あ、これさらって言える先輩すごいなと思って。俺にはないんよ、うん、そういうのが。あ、じゃあ交換しようよみたいな感じの、なんかまあもちろんよろしければそのタイミングで、ああぜひみたいな感じだから、あ、なんかその今すぐっていうよりかはなんか交換したいねんけど、そう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 、なんかまあまあ別にいいんだからねっていう、別に連絡することは特にないからさ、うん、その必要やなとか絶対にしようっていうあれじゃないってことやんな。会わへんくなるタイミングで連絡先交換したらいいんじゃないぐらいの感覚で、またでいいやろっていう、そうそうそう、うん、じゃなくて一緒に帰ってるんやから連絡先ぐらい知っとこうよ。まあだって連絡先別に今交換したって一緒やからね。そう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 、だからなんかそれ言われた時に、ああ俺なんか間違ってたなって思って、なんかその距離を近づけてくれたな、縮めてくれたなっていうか、なんかそれでちょっとプチ嬉しくて、うん、で、わあなんか嬉しいなって思いながら、まあ、あの連絡先交換しててさ、で、まあ俺が仕事中に、まあ、ちょこちょこっとまあ話してた内容を覚えててくれはって、うん、あ、くずもさん、あれでしょ、誕生日でしょ、ジュースおごりますよって言ってくれて、うん、で、誕生日、そう、で、え？と思って、え、1月じゃないんすか、え、7月ですって言って、あ、聞き間違い、そう、聞き間違いで7月と1月の間違い、そこもまたキュンとくるポイントなんやけど、あ、なるほど、でもそこで、いやでももう誕生日って思い込んじゃったんで、おごりますみたいな感じだって、もうおごる気満々みたいな、そうそうそう、でなんかその人はそう、うっかり間違いで、コーヒーをおごってくれた、おごってくれたんや、いや、またそれもまた嬉しくてね、うん、なんか幸せがちょっと最近あって、なんかいい人に恵まれたなって、出会いに、あ、いいやん、ほっこりする話やな。そう、最近ほっこりある？ほっこりは俺はほんまに全然ないねんけど、うん、うん、なんかまあ猫、俺アレルギーってこの間話したやん、アレルギー、ね、まあ夢で猫触る夢見たぐらいかな。へえ、うん、夢でアレルギーは痒くなかった、うん、あ、出へんと、出へんだ、出へんだ、うん、出る前に起きてるはず。夢アレルギーは、うん、え、なんて、いや、夢アレルギーでも分からへん。いや、夢とアレルギーってこと、そう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 、しょうもないな。え、何このクソしょうもない配信して。いや、分からへん。え、あ、そう、俺思ってんけど、ちょっと話戻るけどさ、 LINE とかさ、その連絡先交換っていうやん、
はあはあ、交換してんのあれって俺その交換っておかしないと思ってんの最近。昔は確かに電話番号とか、うん、メールアドレスとか、まあ、紙に書いて交換する、はいはいはい、で今はさもう携帯と携帯をさもうこう見せてさこう言うたら、うん、QR とか読み込んで、うん、共有じゃないのって思うね俺最近。連絡先共有しましょうよじゃない、交換してなくない。でもその交えて変え連絡先っていうものに関しては自分が所持してるものっていう位置のカウントになるから、うん、共有になるとお互い A 君と B 君が C のものを共有するやったら言葉としては分かるんやけど、うん、A 君が僕の電話番号一緒に共有しましょうよ。なんで A 君の僕の電話番号 A 君の電話番号を B 君と自分で共有してるわけや、うんうん、で B 君の電話番号を B 君と僕 A 君で共有してるわけや、うん、まあ共有っていうのもあるけど、うん、でも交換って言ったらさ手元からなくなる感じない？あなるほどな、うん、ただその紙に書いてたら自分の書いた紙はなくなるわけやん、うん、で相手の書いた紙がこっちに来るわけやから交換やん。でも番号はなくならへんやん。番号はなくならへん、でも連絡先やん、うん、書いた、うん、連絡先を書いたその連絡先の交換やん。あそっちで疑問に思ったんや。そうなんか俺は片方からしか送ってないやんみたいなことで結局どっちかがなんか追加とか同意とか押したらさ、うんうんうん、保存されるからそれって片方だけ送って許可してるから交換じゃなくねっていう意味で言ってるんかと思った。いや違うそのもう言うたら、うん、LINE とかがそうやん、言うたらもうその読み取って、うん、交換っていうかもう共有になるわけやん。お互いの番号がもうそこで入るわけやからさ、番号じゃないしほんでもうそもそもあ LINE の ID アカウントか分からへんけどなんかでも共有ってなったらさ、うん、まあ共有はちょっとたまたま今言うただけやけど、はいはい、交換じゃなくないっていう。ああ、教えて。追加追加。友達追加しよう。あ、連絡先追加、連絡追加。難しくない？難しいな、うん。いやでも交換は最近ちょっと違和感を覚えてる俺は。ああ、なるほどね、うん。ポケモンやないねんからっていう。ポケモンやないねんからってことやん。うん、分からへんけど。え、そうやろ。まあそうか、そういうことは手元からなくなるっていう。そうそうそう、手元からなくなる。その連絡先交換っていうのはメールアドレスの交換とかっていうのはやっぱ紙に書いて交換、紙を交換してるところが来てるわけやん多分。交換って、はい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 、交換しようよって。なるほどな。え、それやったらさ、うん、交換日記っておかしない？交換日記は交換してるやん、日記自分で書いて。じゃあ次、いやいやいや、交わってないやん、交わってないやん。何が？もう往復しまくり日記やん。あーそういうことか。そう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 、かお互いが書いて1日ずつ書いた、まあ、それこそ共有やな。そうやろ、うん、そうやったら共有日記やん。共有日記やわ。何交換日記って。あそっちの方がおかしくない？おかしいおかしい、それはおかしい。だって何月何日まるまるじゃんね、チュッパチャップスチュッパチャップスチュッパチャップスって。いやまあその内容がおかしいでしょ、ほんでまず、うん、なんかそれを片方が書いてさ、そう送る読む見る送る渡すってなったらさ交換、うん、まあ共有日記やな。そこはなんやろ、ある意味旅日記やん、うん、日記が旅してるやん。旅はしてへんか。ただ自分の書いたその日記を交換してるってことな。まあまあまあ多分そういう意味なんやろうな、うん、でも共有やな。共有になるやろ、うん、交換やったら日記が2つあるはずやもん。そうやろそうやろ、うん、ノート2冊ないとあかんやろ。そうだから1ヶ月分ぐらいお互い日記書いて、うん、じゃあ来月交換しようねっていうか。それやったら正確に言ったらさ、うん、お互いあのバインダーのファイルを持ってて、うん、中の紙を1枚ずつ交換して日記にしていかんと交換日記にはならない、うん、ならへんな。1個だからこのあの核がないと分かんない。そうやろ、うん、だから交換日記に必要なのはファイルとあの中に挟む紙っていうこと。そうや、ノートではできないっていうこと。そういうことやな、うん、結論付けたら。そうノートではないってこと。ノートではないってこと。俺らが欲しいのはノートではない、金やと。何言うてんの。いや分からへん、どうしたちょっとお金なさすぎて。うん、まあそれがちょっと今疑問に思った。うん、なるほどね。じゃああとは何やろうね、まあそういった部分で疑問に、まあ疑問に思うのもそんな最近はなくなったんかな。ああそう、これはちょっと大人な話になってくるんやけど、うん、あのふとポットを見たんよ。
ポット、ポット、お湯沸かすやつ、ポット、うん、あの電子ケトルとかじゃなくて普通のポット、まあ保温とかできるやつ、そうコンビニとかでカップ麺に入れるあのポットな、はいはいはい、一般的な、うん、あれってさ、うん、カルキ抜きとかさ、あーあるな、再沸騰とか、うん、あるやん、うん、で多分何無調整豆乳とかをなんか沸かす用のスイッチがあるんかな、うん、で調乳って書いてあったよ、うん、調べる調べるに乳製品の乳、そう、うん、で俺それに気づいてさ、うん、今日仕事場の人にちょっといいっすかっつって読んで、うん、この調乳って書いてるこれはコンプライアンス的に大丈夫ですかって聞いてしまってさ、うん、頭おかしいっちゃうって言われてだよな、それはなんでコンプライアンス、いやなんかその調べる父ってどうなんやろと思って、そういう言い方するからやろ、でもそれはまあ調整するっていうことなのかもしれへんけどさ、うん、調整やろそれは、でも何する機能やろな、それ無調整を調整するんやろな、そもそも無調整豆乳を調整するってどうすんの、いや分かんへん、それをしてメリットがあるんかもどうかも、メリットなんだろうな、あ無調整豆乳ってさ、豆乳っていうか、うん、無調整牛乳ってさ、あれ一回火通してないんやんな確か、多分そうやろな、せやんな、調整してないってことやろ、だからじゃあ熱を加えることによって調整されるんかな、されるんかな、いやでもそれでも調乳って書くどうなんやろ、いやその辺は分からへん、俺も全然そういうポットも知ってる人いたらまた教えてください、うんまあやな、ちょっとこれは象印さんとかに聞いて、そうや、ね、タイガーとかね、ああちょっと聞きたいね、聞きたいところやね、もしこれその関係者の人聞いてたら問い合わせしたいな、うん、問い合わせっていうか、まあ、コメント残してくれた、ね、教えてほしい、うん、ちょっとまた教えてください、はい、あとああそうやな、あとなんか俺あれやわ、アマゾンで買い物したわ、アマゾンで靴、うん、靴買ったん、靴買った、そう仕事用で履いてる黒い靴がさ、うん、もう悲鳴を上げてて、あは、悲鳴上げてたん、悲鳴上げてた、マジで、うん、仕事中に、うん、足元見たら、うん、なんか太めの毛がピャンって出ててさ、うん、もうちょっとメッシュ素材やねんけど、はいはいはい、完全にもう限界超えて破れてたんよ、うん、だからそれ良くないな、小指出てたんよ、うんだから柄の違うその黒色、黒地やからさ靴が、うん、中にネズミ色の靴下履くとこう、ああそういうことね、そう、そういうことね、黒生地の中に一部黒系がでネズミ色がミニャって出てくるんだよ、で、あこれはあかんと、あかんあかん、それ絶対あかんで、急いで注文したんやけど、うん、今朝届いてるんやけど、うん、ちょっと時間間に合わなくて今日最後の穴開きシューズで仕事したんやけど、あいやそこまでもう限界来てたんやなと思って、うん、それはでももうそのメッシュ系じゃないとあかんの、いや自分的には、いや別に何でもいいんやろ、何でもいいっちゃいい、さ革とか、うん、なあそういうのにした方が耐久性はあるやろ、鉄板入ってるやつにしたらいいね、安全靴やん、そうスコーピオン、そうそっち系の履いたらいいね、ワークマンとか行って、いや俺安全靴好きやで、ほんまに履いてたもんな昔、うん、謎に履いてた、うん、自慢してたもんな、うん、鉄板入ってんやん、硬いんやでーっつってやってたもんな、あれはたまたま重い重い、その某電気屋さんの配送の、うん、お仕事をやった時に、まあね、そういうのは危ないからな、そうそうそう、物を押してきたりして、その安全靴のちゃんとした使い方、そう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 、そうで別に普通に履いてても別にただのスニーカーに見えるから、分からへん、あいいやん、その自慢せん限り分からへんカンって言うからな、うん、あれは結構便利やと思う、おすすめ安全靴、今軽いのもあるらしいからな、あでもそもそもめっちゃ軽いよあれ、うん、全然重くない、なんかあれやったらクロックスの方が重い、あクロックスは結構詰まってんのか、あれそことかなんか本場のやつは、ね、なんかギュッとなってちゃんとしたクロックスって書いてあるやつはな、詰まってるわ、似たようなのはいっぱい出てるけど、出てる、まあそんなこんなで今出力が終わったんで、まあ間もなくしたらアップできるんちゃうかな、そのうち、あシャープ3ね、うんそやな靴
靴買った最近。最近は靴買ってないけど、シャワーヘッド買った。シャワーヘッド、シャワーヘッド買った。え、風呂の、うん、シャワーヘッドを、弱かった。いや、なんか弱いっていうか、うん、もう普通やねんけど、うん、ニトリにちょっと買い物行ったんよ。ニトリ、うん、うん、ニトリ行って、うん、そのシャワーヘッドが飾ってあって、うん、5本ぐらい。シャワーヘッドかと思って、うん、シャワーヘッドねーと思って見てたんよ、うん、なんかその細かいやつが出てくる、きめ細かいシャワー、穴がいっぱいあるってこと。そう、穴がいっぱいあって、うん、でしっかりとその水圧も、低い水圧でもちゃんとした水圧が出ますみたいな。ああ、ほうほうほう。そう、で節水もなんか 29% 節水みたいなとかがあって、でもう安かって、そんな高いもんじゃないね、うん、2000円も1000円ぐらいの。ああ、ほうほう。で、まあ、ほんまに取り付けもくるくるって変えるだけやから、はいはい、買ってみたんや、うん、めっちゃいいよね。シャワーヘッド変えるだけで。でも俺、シャワーの勢いは、うん、強ければ強いほどいいって思ってるから。ああ、でもまあまあ強なったで。俺実家のシャワーがクソ強かった。ああ、強かったね。もうシャワーの ホースがもう暴れる暴れるのどこ行くねんっていうぐらいピャーン飛んでくるヒュッてこう何じゃあ、ひねったらさ、まずホースがウルンって、ね、動いてその後、シャワーの、そのシャワーヘッドまでブルルってこう震えて先ちょプサーッつって出るからさ。だってもうあれ多分めちゃめちゃ強くしたらさ、引っ掛けてるやん、うん、あれももう飛び出すやろ。飛び出す、めちゃめちゃ強かったな。そう、確かに。だあれがすごく気に入ってたんやけど、さすがにそこまでは強くないけど、伊藤君にめっちゃ強いから俺はこれじゃないと嫌やねって。いや、あれは痛いぐらい強かった。あれで顔とか直接当てたら結構危ないと思う。俺全然それで洗ってたよ。あ、危ないよあれは。目とかに入ったら危ない。結構狂気よあれは。俺はあれぐらいがやっぱ理想かな。うん、理想高すぎるな。それ高いの？理想高い。高いね。理想高い。理想強いじゃないの？いや、高い高い。理想が高い。強さ、理想が高い。強いが高いね。強いが高い。でもこれ強いけど、俺買ったやつ。うん、強いけど、一本一本が細いから、あはは、柔らかい。タッチは柔らかい。あー、なるほど、ね。なんか、ふわーって。その、なんていうの、細かく出るシャワーの水の、うん、それでさ、うん、体のどの部分が一番洗ってるなって思えた？背中とかかな。背中が洗えてるな。はいいな、流せてるな、うん、流せてるな。頭も全然違う。やっぱ頭皮に直接なんかしっかり刺さってくる感じ。あ、うん、だ刺激があるのはいいよね、うんうん、で顔もすごいなんか包んでくれる感じ、スパッて。今まではなんか水がピシャ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 ってこう当たって、あ水やっていう感じだったけど、今はすごくなんかこう水とミストの間ぐらいの。あ、そんな細かい？スパーって。いや、ちょっと言い過ぎたわ。ミストは言い過ぎやねんけど、うん、シャワーはシャワーやで、ちゃんと、はあ、やけどやっぱり柔らかい。勢いはあるけれども柔らかい。柔らかい、うん、最高やな。そう、他にもいっぱいあったよ。なんかその浄水機能がついてるやつとか、うん、あと何やったか、もうほんまにそれこそ勢い強くするやつとか、もっと、うんうん、あとワイドって感じもあったな。多分こう上に引っ掛けて体全身洗う人とかはそのワイドにして、うん、多分範囲を広くするんやろな。シャワーのヘッド、シャワーヘッド、シャワーヘッド。お前飽きてきてるなシャワーの話飽きてきてるやねんか。シャワーの話だって、シャワーの話したら俺シャワー浴びたくてしゃあないもん。シャワーってめっちゃ言ってない。シャ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 言いすぎやろ吉川さん。まあ、そう最近買ったよそれを。はあ、うん、ほんまに。あ、そうか、実用的なもんやっぱそうやな。うん、俺アマゾンでパンツ買った。またちゃうわ。またパンツ買った。違う違う、パンツ買ったよ、うん、またアマゾンを利用してたんやけど、あ、そのパンツはまだ開封してないんよ、うん、でトランクス派やねんけど。ああ、そうやな。そう、ぴっちりしてるパンツにしたんよ。ああ、ボクサーブリーフ的な。そう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 、ついに。そう、うん、まだ履いてないねん、うん、履く勇気がないねん。なんか休みの日とかにとりあえず履いてみたらいいんちゃう。そのまあ普段のその仕事中とかにさ、もしその
パンツがさ、うん、合わへんかったらさ仕事中ずっとうーんもうそ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 うなるだから休みの日とかそのいつでももう脱いでいいっていう状況の時に履いてみていつでも脱いでいいの状況の時は俺履いてないねんもう脱いでんねんいやだからそういう時にまずは履いてみる、うん、試しに試しに、うん、脱いでんねんはその今まで通りええよもうそれ試しパンツをするってこと一回その試しパンツをしてでそれで分かったらもう次の休日から脱いでええよもうああ継続パンツうんだからそれまずは検査するわけよ自分で合ってるか合ってないか合ってるか合ってないか検証して、まあ、それは休みの日にやったよねそやな、うん、まあパンツなパンツってどこで買うてんの俺あれやねもうドン・キホーテとかでまとめて買ってるよなんか5枚入りとかも、まあ、そうだな俺7枚入りを2セット買ったのかな14枚ぐらい一気に買ってそう1枚ちょうだいよいや入るわけないやん入るわけないやん分からへんやんウエスト全然ちゃうやん一回試さな分からへんよいやいやいや俺の5倍ぐらいウエストあるくせに何をほざいてんねん5倍ぐらいあるかでもそのパンツが5倍伸びたらいい伸びひん伸びひん絶対伸びひんそんなピッチパンツなのあだって俺もだからその言うたらボクサーブリーフタイプやからさエナメル質のエナメルではないなエナメル質のボクサーブリーフ履いてるやつもうそれホットパンツやもんそれ HG 的なこと言うてるやんもうそうやなテカテカエナメル質のホットパンツやんそれもどうなんホットパンツとかは履かへんのホットパンツは履かんよ一回履いてみてよ履いてみてよじゃなくて物がない入手できたら履く履かへんよちょっと面白そうやなホットパンツは俺絶対似合わんであの残り2人メンバーがさ、うんあのいいっていうか分からへんけどさいつかさ、うんうん、ホットパンツでみんなステージに立つっていう回あってもよくでもごっちゃんはホットパンツ似合うと思うわリュウジは絶対似合わへんわそうやな、うん、リュウジに関してはなんかドラムやしちょっと見にくいやろうないやまあまあ演奏云々とか関係なしに似合うか似合わへんかっていう話するとごっちゃんが一番似合うんよホットパンツはごっちゃんやねんその笑いの点で言うんやったらごっちゃんが一番で2番目俺になるんやろ多分いやもう笑いとかもう関係ない似合うか似合わへんのもうごっちゃんが一番似合うんよえそれホットパンツで上は何なのジージャンとかじゃんジージャンかなジージャンやっぱそうかな俺もそうやってじゃあほんならさあの拳のところとかさ穴開いてる指途中で止まってる手袋やろ指出る手袋やろでも分かるよ似合うよやっぱりごっちゃんがあー似合うやろうな似合うと思う似合うやろうなやろ俺想像上でもうこんだけ面白いもん、うん、面白みもあるし、まあ、普通に似合う街歩いてても多分全然大丈夫いやアウトやろアウトじゃないよえちょっと待ってGジャンのGジャン前止めてんの、うん、そら止めてるよ止めてるかインナー着てるよインナーはどんなんなの T シャツとかやろなんか星の描いたようなあ T シャツなんや星とか描いた T シャツとかじゃんえなんかシースルーの網網のなんかじゃないのいやそれはちょっと行き過ぎや行き過ぎだ、うん、それはあのスターがやることやからああそうかうんそこでも星描いてんやろうんいやでもその人自身がスターの人はそのやっぱり裸にGジャンとかするよまあそうやなそれはスターやから許されることでもそのごっちゃんは今全然スターじゃないわけやからせめて T シャツだけでもスターにしとかなあースターになるよスターっぽいよ今はこのスターやけどいつかはうちからスター出るようちからもう裸でもスターになれるよっていうその裸Gジャンでもスターになれるだけスターがじいちゃんをまとってるわけごちゃんにはちょっとそういう格好してもらおう一回そうやな一回ちょっとな無理やりさせよう、うんうん、楽しそうやな多分ホットパンツはほんまにもっちゃんが一番似合うホットパンツあごめんホットパンツってさ、うん、売ってんの見たことあるそもそもあそういうそういうのないわホットパンツってそのそもそもそうやな俺もそういう店行かへんどうなんや古着屋とかでもあんま見えへんかもなだってホットパンツなんかさ短ければ短いほどいいみたいなパンツやん、うん、だあれはどっちかって言ったら釣り具屋さんいや釣り具屋何を言ってんの釣り具屋さん言っても直径しか売ってへんのいや分からへんやんいやホットパンツはどっちかって言ったらあのレディースとかの方が、うん、置いてんちゃうからなあそうなの、うん、釣り具屋さんにあると思った俺なんで釣り具屋さんにホットパンツあると思ったの梅宮達夫モデル何を言ってんの釣り好きやしあの人ホットパンツ
やったらしいよ。そうなん、プライベート、うん、だからって釣り具屋さんもね。いや分からへんけどな、何をやってんの自分。いや分からへん。その連想ゲームしてる。連想勝手にすんなよ。ホットパンツ、ホットパンツはちょっとヤバそうやな。うん、まあ作ったらええんちゃう、一番早い話が。ジーパンかなんかそのホットパンツっぽい素材のを買ってもう切ったらいいね、うん、切ってどこまで切れるかやって、あどこまでが一番。じゃあさ、 それこそさ、うん、3センチとか5センチずつさ切ってってさ、一番ごっちゃんに似合う、うん、そうそう似合うホットパンツライン、ホットラインを、ホットラインを決めて、ホットゴトピーラインを、そうそうそう決めて自分らでこさえたらいい。なるほどな、うん、エナメルやったらちゃんとニューって切れるやろ。だエナメルはないって。エナメルの長ズボンやったらあるんじゃん、なんか。エナメルはちょっと無理やで、エナメル着るのはちょっと嫌やわ。メルカリって見たらいいや。それはあると思うよ。あろうや、うん、でもそれを言い出したらその衣装屋さんみたいなとこ行ったら普通にそういうホットパンツ売ってるよ、そのギャグ系のやつとかは。ギャグ系、うん、でもそれじゃ、そうそうだと売ってるかもしれない。でもそれじゃ面白くないよって。もう面白い話にもなってるけど、うん、自分より作った方がおもろいよ。だから、うん、長ズボンから、うん、なんかいろんな種類の長ズボン買うたらええねん。あ、種類の、うん、あ、そう、コーディロイのやつとか。そんなホットパンツないやん絶対、うん、あ、いろんな種類のホットパンツを買うってこと、うん、あ、俺ホットパンツじゃない、長ズボン買うんだ。長ズボン買うか、ハーフパンツでもいい別に、結局着るわけやから。じゃあじゃあ俺が言ってんのは、うん、その長ズボンで、うん、言ったら100% 長ズボンで、こうだんだん裾からこう切ってって、そう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 、そう90%80%で、いいホットラインを決めるってことだろ。どこが一番ごちゃに似合うかっていうのをやったらいいんちゃうかなと思って。だからその長ズボンもいっぱい用意しとくんだよ。ジーパンいっぱい着る。あ、いろんな種類のってことか、素材のか。デニムの長ズボン、コーディロイの長ズボン、はいはいはい、まあ、チノパンとか、うんうん、スラックスとかあるわけやん。スラックスとかやばいで。スラックスのホットパンツはもうそれ小学生やん。やばいで。はあ、そういうこと。でもどうなんやろ、まあ、革のパンツとか高いと思うけど、うん、革パンとか、うん、なんか多分ホットパンツにしたらもう最高やと思うで。ああ、なるほどな、うん、まあ確かにピチピチであればいいわけじゃないもんな、そうなると。言ったら長ズボンの形の競泳水着みたいなやつもさ、言ったらここまでそのホットパンツのラインまで切っても、言ったら普通の競泳用でもある形やから、ある形やから、別に普通やもんな。普通や、どんだけ異常かを見つけに行くんやろ。そうだ、ホットパンツにない素材でホットパンツになるわけやから。あー、なるほどな、うん、それはちょっとまた一回やってみよう。ちょっとそうやな、余裕ができたら古着屋さんに行ってこなあかん。うん、一回な、あのごっちゃんのサイズ測らなあかんから。あー、そっか、うん、ていうかサイズ測ってる段階でも面白くなりそうやけど。うん、もうサイズ測る段階からもうスタートよ。ごっちゃんには何も言わんと。あ、まあ、これ聞いてるかもしれんけど、それやったらさ、いやもう聞いてへんやろ、もう聞いててもどっちでもええわ、あの自分らでさ、その古着屋さんに行って、うん、ごっちゃんをモデルにして、あのサイズだけ確認しといて、うん、ごっちゃんコーディネート。あ、まあそれは面白いな、大会、うん、だコーディネートした後の裏テーマとして、そのコーディネートしたズボンをホットパンツにどんだけコーディネートしても最終的に袖という袖とか全部切っていく。長いとこ全部切っていくから、だからこう最初はあ結構いい感じやんって言ってても、最終的にはホットごとになる。あ、これで、あ、じゃあこれで下地完成ね、え、下地みたいな、そっからザーッてザキクリ切っていって、いいホットライン決めていく。あ、なるほどな、うん、それこっちの誕生日にやりたいな。あ、誕生日プレゼント結構先やな、こっちは10月やからな。いや、まあそうやな。まあ気長に待ってもらいましょう。まあまあいつかそういうこともやっていこう、うん、あ、疲れた、笑い疲れた。まあこっちはまあこっちはね、まあなんか、そういうことされるのが趣味ということでね。その趣味の話に戻ったんかいな、最終的には。そうか、というわけで2月27日、ね、日曜日戻っていく。愛知県は豊橋クラブノット、2月21日ですね、はい、まあ、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、あのツイッター逃れライトで調べてもらったら、あの公式のツイッターとかも出てくるんでね、うん、そちらの方であの随時情報公開していきますのでよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で
終わりましょうか。終わりましょうか。はい、ありがとうございます。では、ノーガレライトベース担当のくず本と、ボーカル担当の伊藤でした。おやすみなさい。おやすみなさい。